ですから自分を守るあるいは心を楽にするというふうな、一番急いでしなければならないような皆さんにとっての緊急の課題は実は後回し、もうそれも最後の最後まで順番が来ないほど後回しにされましてですね、何よりも一番今外で急がれている大事な作業をはじめとするさまざまな仕事、それは見つけてしていただいても結構です。人のお世話ももちろん人の手伝いも立派な全知の状態で、ですから皆さんにしてみれば私があれも全知これも全知と押し売りしているようにひょっとしたら思っていらっしゃるかもしれんというふうにお察ししますが、押し売りする前に皆さんの方にもあるんですね。それがよく種も仕掛けもありませんとマジシャンが言うて手品をしますけども、この森田療法あるいは宗教はですね、種も仕掛けもちゃんと皆さんの方にあるということをよく見抜いてこういう話をしておりますですね。ただ皆さん方が外へ求めていかれるために、外へその楽になろうとしてその手段を、まあ、例えば薬とかね、皆外にあるものをこう使ってご自分の中にそのいい結果が起こるようにとされる、その求めてされるところに治らない理由があるんですね。ですからそれはやめにして、実際の働きを外へ発揮されるとき、もともと持っておられるどなたにも公平にありますこのあるがままの、つまり言葉で決められない皆さん方がびっくりするほどの働きを発揮なさることになるんですね。ですから自分っていうのはこれができる、これはできない、あるいはここまでできるけれどもそれ以上は無理だとかいうふうにみんな決めておられるんですね。これが自分だという決め方ほどバカバカしいものはないんです。ですからその決めるよりも前に実際の働きをなさるとよろしいですね。でそのこれいつもサービスいただいてありがたいお茶なんです。こう蓋がしてありますね。ほとんど中がわからないですね。でどのくらい入っているかということは全くわかりませんから、こう持ち上げるときはちょっと力入れますですね。でこう、あ、こんなに軽いのかとこう思ったら力を減らすわけですね、この筋力の方ですね。ところがちょっと上げてもなかなか上がりにくかったら、うんと力を入れてこう持ち上げると、お分かりでしょうけれども、実際に即しているわけですね。これはこんなもんだろうというふうに勝手に考えてバーッとやったらものすごく軽かったりですね、反対に重かったりということですね。だから実際のこの状況に応じて力が入っていく、まあ、椅子や机でもいいですね。こうこんなもんだろうと思ってこうやったらとても上がらなかったり、また軽々と上がったりします。それからこうテレビでこう大きな岩をこう、山賊からかこの山に立てこもってて、そのバーッとこう崖の上から石を落とすっていうのがありますね。プラスチックでできた、どうせ軽い岩だろうとかは思いますけどもね、本当にいかにも重そうに持って、その所作行為行動の仕方表現の仕方で皆さん方が感銘を受けられるんですね。そういうことです。だから表現っていうのはものすごく大事ですね。表現が精神なんですね。そうしますと今一方は実際の重さに応じてそこでこう力が入るっていうんですね。これでも上がらなかったらもう2倍か3倍力で上げる、この辺の例えでお分かりのように、最初からこんなもんだろうっていうのとは違った実際をここでは全知というですね、その実際の皆さんのお仕事ぶり生活ぶりを全知というですね。